こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月25日、クリスマスの夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。美味しいご飯食べたり、美味しいお酒飲んだりしてるんですかね。世の中どうなんでしょう。サンタクロースが忙しい時期だと思うんですけど、サンタさんが来るのは25の朝？もう分かんなくなっちゃったな。24ではないですよね。24がイブでクリスマスが25だから、25の朝サンタさんがね、プレゼント枕元に靴下の中に入れてくれてると思うんですけれども、皆さんの家にもサンタさんはいらっしゃいましたでしょうか。さて、今年最後のこの番組の放送になります。2022年ももう終わると。いろんなことがあった年でしたね。結構激動の1年だったというか、まあ仕事のやり方は相変わらず、コロナの、流行に振り回され続けてはいるんですけれども、そんな中2021から2022の年末だから、頭はちゃんとしっかり休んで、行ったけれども、まあ旅行行くとかはなかったですからね。そんな感じで2022始まって、まあいろいろ仕事はあったんですけれども、ラジオ、この番組はね、相変わらずリモートが大活躍で、最近もずっとリモートだったので、まあそれはここ数年で変わったことの一つなんですけれども、でまあ撮り方に関しても一通りいい感じに、マイクだったり機械だったり、をパソコンにつないでるんですけど、デバイス系は揃ったので、まあこれをもっといい感じに向上させていくとしたら、まあいくつか手段はあるんですけど、まあ、とりあえずマイク変えたりするところかなと思いつつ、なかなか着手できておらず、そんな感じでリモートも活用していて、まあ、問題はラジオのこの番組の内容の方がね、新コーナー作らなきゃとか言ってるんですけれどもね、なかなか新しいいいアイディアが出てこなくて、そこがね悩みどころでしたね。2022年は夏限定コーナー新しいの欲しいなと思ったんですけど、全然思いつかなかったし、秋限定もね前々から欲しいなとは思ってるんですけど、結局ねとか言って秋終わっちゃうんですよね。なかなかこれが改善の、が見えない。まあどうしてもね、他の仕事を優先でやってるので、体とか考える時間とか、そういうまあリソース的な部分が取られてるっていう感覚がありますね。だからラジオのコーナーとか思いつくときって本当なんかふとした瞬間だったりするんで、そういうのはやっぱプライベートを充実させないと、インプットを増やしていかないと、なんか豊富なアイデア出てこないのかなって分析はしているんですけど、人と会う機会も全然ないですからね。そういうのを増やせればいいなと思いつつ、まあやっぱそうなるとコロナとかね、他の感染症のリスクも上がってくるので、それ実際そうなったら、イベントとか欠席になるし、仕事もね延期になっちゃったりするし、まあいろいろこうリスクと向き合いながら生きている時代なので、まあ、時代のせいかな、時代のせいでラジオが盛り上がらないっていうことにしたいところなんですけどね。仕事を減らすってわけにもいかないしね、他のところ、この辺難しいなと思った1年でしたね。もう投稿で募集するかっていうことも頭をよぎりましたけどね、こういうコーナーどうですかとか、こういう話してほしいとか、なんだっけ、フリートークスペシャルじゃなくて普通オタスペシャルって一回やりましたよね。あれもまたやってもいいかなとかは思ってるんですけどね。もう喋り出しから30分間ずっと普通オタ読んで、考えて答えて、読んで答えてっていうのをやるのもね、またやってもいいかなと思いつつ、そんな中、なんとか毎週毎週番組を作っているんですが、まあとにかく収録の形式自体は
ここ数年、リモートが導入してレベルアップしたなと自他ともに認める、まあ、もちろん自分の努力もあるしスタッフのみんなのサポートもあってここまでたどり着けたと思っているので、いろいろ今までとは違うことができるし、柔軟にいろいろな物事に対応できるので、いいなと思ってる一方で、内容面がここがねパワーアップの余地があるなんだけれども、構造上自分が考えたところの構造上解決策がちょっと見つからない。ちょっと2023はいろいろこう新しいアイデアだったりいい風がこの番組に吹くといいなと思っています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム小夏さん、岡山県高校2年生。内山さん、文化放送の皆さん、こんにちは。私は今年の誕生日に母親からの誕生日プレゼントで人生初めてのライブに行きました。へー、素敵な誕生日プレゼントだ。演出、歌唱力、表現、観客の人たちの熱気も最高でした。倉敷であったライブなのですが、帰り道の夕日に照らされた美観地区も余韻に浸るにはいい空間でした。誰のライブだったんですかね。内山さんの人生初めてのライブ鑑賞は何歳でしたか。美高、美観地区、とてもいいところなのでいつか来てみてください。案内します。かっこ笑い。どんなところなんだ美観地区。人生初めてのライブ何歳だろう。僕は、親が大学生、学生時代バンドを、アマチュアのバンドをやっていたので、多分もうプロアマ問わずという意味では、その親の友人知人の集まりのバンド、バンドが集まってるライブに行ったのが最初だと思いますね。もちろんアマチュアだと思うので本当小さいライブハウスに連れて行かれたんだと思います。もう全然覚えてないような小さい頃。ライブハウスとかって本当音大きいじゃないですか。で、大きいライブハウスじゃなくて本当小さいライブハウスだから余計に音が大きすぎて耳塞いでた記憶しかないです。だからそこからもう大きい音苦手になって音楽が好きっていう方に向かなかった。そのいう環境で育ったから、もう CD とかもめっちゃいっぱいあったし、楽器とかもたくさんあったし、もういろいろそういうものには、取り囲まれていて、だからもうモンスターファームとかは、すごいプレイ環境は良かったんですけど、音楽好きっていう風にはならず、その結果小学校中学校時代は本当に音楽に興味なく生きていましたね。でも、人生初めてのそのこのアーティストのライブっていうのは覚えてないんですけど、中学時代に行ったのを覚えてるのは、クイーンバンドのが、来日して、それを中学生の頃だったと思うんですけど親に連れて行かれて見に行ったっていう覚えがありますね。それくらいで、まあ高校大学でからこの自発的に音楽好きになって、どん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 掘っていって、その頃は CD レンタルで、iPod にたくさん曲入れてってましたけど、そこからいろいろこう自分で調べていったので、それまではもう全然興味なかったですね。そんな感じです。ラジオネームセヨンさんからいただきました。高校3年生18歳。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。突然ですが、私は3ヶ月前の9月に第一志望の大学に合格しました。いいなぁ。実は私がこの大学を目指したのは内山さんに出会ったのがきっかけです。私は日本留学の準備をしていましたが、自分が具体的にどんな勉強をしたいのか、これから何をすればよいのかなど進路について悩んでいました。私はコロナ禍でアニメを見始めましたが、その時内山さんが出演した数々の作品やラジオに出会い、内山さんに憧れました。そして内山さんが卒業した学部に興味を持ち、
早稲田のあそこですか。この学部なら自分が好きなことを学びながらやりたいことが見つかると思いました。その日から私はこの大学に合格して内山さんに報告しようという思いで日々勉学に励みました。受験の時はストレスやプレッシャーもありましたが、大好きなワンクールや音楽を聴きながら毎回癒されました。合格した時は言葉にできないくらい嬉しかったです。今でも自分が大学生になるという事実が信じられませんが、今まで頑張ってきてよかったなと思います。来年春には日本で新しい大学生活が待っていますが、今は時間が余りすぎて運転免許の勉強をしたり映画やドラマを見たりしています。他にこの時間をどう過ごせばいいのか、もしおすすめがあるならば教えてください。かっこ笑い。肌寒い季節ですが、どうかお体に気をつけてください。これからも応援しています。長文失礼しました。受験合格、大学、新しい大学生活の間どう過ごせばいいのか、おすすめがあるならば教えてほしい。どうですかね。僕は受験、大学受験は指定校推薦で入ったので、かなり早い段階で、まあほぼ確定というのが決まって、まあ厳密に言うとそこで決定っていうわけじゃないんですけれども、だから結構暇ではありました僕も。でだけど塾は決まった後も通い続けていて、勉強はそれなりにしていた。まあ本当にセンター、今はセンターって言わないのか、僕の時代で言うセンターとか、その後の国立の試験まで見据えた人との気合の入り方が違うけど、多少なりとも勉強は続けていて、まあ免許取るのもいいでしょうね。うん、あとは趣味に没頭するのもありなんじゃないですかね。まあ大学生活、これこの後始まって、でそこからまあどんな人生を送るのか分かりませんけれども、例えば、仕事をして生きていく生活のため、お金のための日々が始まるとするならば、そういう何でしょう、趣味にこうむちゃくちゃ時間を使うっていうのが難しくなる可能性もあるんで、趣味に時間も、自分の身も心も没頭させて、そういうのを楽しむっていうのもいいかなと思いますね。そこで得た知識っていうのはすごいずっと残るので、うん、いいと思います。あと塾通ってたところで、その担当の先生みたいな人がいて、その人が、君たちこれから大学受験頑張って大学入ると思うけど、その学生時代にが、その後の人生と比べて利害関係なしの友人関係、知人関係が作れる最後の機会だから、それは大事にした方がいいよって言われて、まあ高校生の時は生意気だったので、なんかそんな、なんだろうな、分かりきったことをみたいな感じでの思いで聞いてたんですけど、まあそんなもんかなみたいな感じで、まあ今になって思えばそれもまたある意味真理だなと、30代になった自分は思っていたりして、まあ仕事が始まってしまうと、仕事を通して出会える友人関係とか、まあいろいろ楽しいことも増えていくんですけれども、やっぱりその利害関係もう丸々それっていうのもあるし、利害関係とは言わないまでも、まあいろいろこう会社の事情とか、僕らはいろんな会社と仕事するから、あ、この会社の情報は他には漏らせないよなとか、まあそのいろいろこう世に出る前にいろいろ知ることも多いので、あ、ここの情報管理はしっかりしなきゃなとか、そういうこうやっぱりこう目に見えない、普段こう自分が明文化して意識していないというか、というものにどん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 しがらみというほど大げさではないんですけど、目に見えないなんかこう網の目みたいな、細かな暗黙の了解というかルールにの縛りがどんどん増えていくので、だからまあその友達100人作ればいいっていうことではないんですけど、そういう空いた時間を、まあ他の人全然勉強で忙しいっていうこともあるかもしれないけど、同じような境遇の人がいたら、その友達との時間もね大切にすると、実り豊かになるかなっていう気がするので、友人と遊ぶのもいいかなと思います。ラジオネームセイさん、22歳女性、こちらは台湾からのお便りだそうです。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも Spotify で楽しく拝聴しております。
内山さんがご存知かもしれませんが、 Spotify では毎年12月になるとその年の視聴好みを振り返れる Spotify まとめというカスタマイズまとめリストを作成してくれるので、へえ、ユーザーにとってこれより楽しみなことは多分ないでしょう。私は今年の5月にワンクールを聞き始めたんですが、すごく面白いので新しい回数も前の回数も毎日 2,3 回聞きます、うん、そして先週まもなく Spotify まとめができることを意識した時、あ、ポッドキャストの1位はウッチーさんのワンクールに間違いないとワクワクしていました。しかし予想に反して今回私のまとめリストにはポッドキャストのセクションがないので、あ、ないんだ。ワンクールの名前も出てきませんでした。大したことじゃないですけど、何かを失っちゃった気がしてちょっとがっかりしました。かっこ笑い。ということで来年度のまとめリストに内山さんとワンクールの名前が載りますように祈り、内山さんのご活躍も引き続き台湾から応援しております。日本語がまだ未熟で読みにくいところがあったらすみません。いや大丈夫です、全然。長文失礼いたしました。 Spotify まとめ、なんかチラッと見た気がするけど自分では全然使ってないですね。そうですね、全部握られてるわけだもんね。聞いた回数とか聞いた長さとかアーティストごとのね、ランキングも、ランキングの種類もいろいろありますよね。チャート、シングルランキング、アルバムランキングだけじゃなくて、なんか国別のとか今日のとか、なんかすっごいサブスクの話じゃないけど、いろいろありすぎると結局なんかこうディテールに寄っていくのが難しいっていうか、惑ってしまいますね。で5月にこの番組を聞き始めて、複数回聞いているけれども、違った、ポッドキャストのセクションがなかった、そもそもないのか、そんなに使ってないから、現れなかったのか、どうなんでしょうね、わからず。まあでも Spotify は僕もかなり使っていて、音楽聴くのにも使えますし、ポッドキャストを聴くのにも使っているので、かなりアプリも便利にできているから、日々使用しているんですけど、ポッドキャストの種類は本当にここ 1,2 年でたくさん増えましたよね。ラジオ番組なんか有名どころは大半、やっているっていうか、そのそれぞれのディテールは分かんないんですけども、かなりの内容そのまま、Spotify で聞けるようになっているところもあれば、オリジナルコンテンツを下ろしているところもあるのかな、分かんないけど、あとは番組をこうちょっと切り取ったように一部聞けるようになっていたりだとか、まあいろいろな形式で本当たくさんのメジャーラジオ番組がポッドキャストにも登場していて、面白い時代だなとは思うんですけれどもね。本当時代は変わってきますよね。ラジオっていうものは、僕は音声メディアは好きなので、昔からずっと聞いてますけれども、ラジコが現れて一つ革命だったし、そこからサブスクが普及して、ポッドキャストをまた、再考、再びみんなが使うようになって、でその結果、まあ、サブスクの、各社の取り組みとしてもオリジナルコンテンツどういうものを作ろうっていう動きになってるじゃないですか。だから音声コンテンツ需要は僕はひしひしと感じてるんですけれども、それがこうどうビジネスとして2020年代展開されていくのかは一リスナーとして気になるところであります。ということで、来年も何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールを送っていただいています。2022年はね、このコーナーにお世話になりました。こんな格の面倒なコーナーに投稿していただいてありがたいです。ラジオネーム雪だるまさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。先日大学教員の方が何でもない日を送っていましたので、真似して何でもない OL の何でもない日を送ってみます。25歳女性会社員、都内で営業の仕事をしております。営業、都内、
25歳。土曜日は以下の流れで固定されているので、何でもない休日をお届けします。土曜の休日。8時30分から9時起床。休日なのに早いな。仕事が休みなので、前日の金曜日は夜更かしして、ゆっくりの朝。ゆっくりだったのか。なんかすごい、自分が本当に怠惰な人間なんだなっていうのを、この一文で、あらわにしてしまいましたね。9時から10時。朝の身支度や朝食。録画したアニメやドラマを見ながら。10時から11時、家を出る。お、朝から出発。食材の買い出しのためスーパーに行きます。大きめの商業施設が徒歩圏内に2つあるので気分で決めます。へえ。本屋に寄ったり洋服屋を覗いたり、カルディに入って買うつもりのないものをいつの間にか買っていたり。カルディはね、そうなりますね。12時から13時帰宅。お腹が空いていたら昼ご飯を食べます。13時から14時のんびりタイム。録画したドラマを見たり、アニメを見たり、またアニメ、ドラマ、SNS を徘徊したり。15時からおやつタイム。3時のおやつだ。その後お昼寝タイム。理想的だな。休日は絶対に昼寝します。至福の時間。17時、目が覚めると日が沈んでいる。いそいそと夕飯の支度。ワンクール過去回を聞きながら準備します。今はシャープ92。もう400回超えてますからね。道のり長いですね。今日がシャープ413。かっこタイトルが内山聖輝のワンルームの時代。ワンルーム、そんなことありましたっけ。18時夕食。食べながら録画したアニメやドラマを見る。19時からのんびりタイム。バラエティ番組を見たり、ネットフリックス、YouTube を見たり、読書したりします。今はナボコフのロリータを読んでいます。うわー、ナボコフ。これ買っただけで読んでないなー。文庫で読もう読もうと思って。はぁ。21時、お風呂。タイマーをセットして湯船に20分浸かることを決めています。ワンクールを聞いたり、YouTube を見たり。22時、のんびりタイム。ドラマをリアタイしたり、YouTube を見たり、SNS を徘徊したり、あとは夕飯の食器を洗ったりします。25時就寝。以上が超インドア派の人間の休日でした。人生のコーナーに出てくる皆様は、私にとっては華やかで眩しく感じます。一方で対局にいる私のような超地味な人生を送っている人間もいるという一例をお送りさせていただきました。いつも楽しい時間をありがとうございます。内山さん、スタッフの皆様もお体ご自愛くださいませ。華やかで眩しく、それぞれにそれぞれあるんでしょうね。どんな仕事も、なんだろうな、華やかで眩しく見える仕事も、こういう苦しみがとか、こういう悩みがとか、25歳女性の会社員、都内営業の仕事。アニメドラマ見ながらが多かったですね。見ながら、あと SNS の徘徊も目立った。どんなの見てんだろう。もう本当にたくさん、いくらでも、別にレンタル屋さんとか行かなくても、無限の世界が自分の家に広がっているって、こんな時代が来るとは思わなかったですよね。いやー、もう、ありすぎて最新作も豊富にあるし、過去のものもいくらでもあるし、かつてこういうものがなかった時代、夢の世界とされていたと思うんですよね。だって僕もその感覚はないんですけど、映画っていうものが映画館で見逃したらもう追う術がなかった。その後もう一回映画館でリバイバル上映されるとか、他の映画館でかかり始めるのかっていうのを逃してしまったら、それ以外はだってビデオがないわけで、そういう時代に、まあなんか変わった人はフィルムを買ってきたりっていうのあったみたいですけれども、そういう時代から考えたら何でもあるわけですかね。で、その何でもあるを、世界を足を踏み入れた人間が今体感してるのは、何でもあると何にも見ない、
みたいな、なんかいつでもあるからまた今度になったりするっていうのは不思議なもんだなって思いますね。選択肢が無限にあってもめちゃくちゃ自由を謳歌するわけでもないっていうのが、まあ、自分自身はっていうところですけど、そんなことも思うけど、あの超インドア派っての人間って自称されてるけど、もう朝一で家出てる段階でちょっとインドアとは外れてますけどね、めちゃくちゃ充実してる、休日だなと思ったし、何でもない日ってこういう風に書いたり、地味な人生っていう風にこう自嘲的に書いてあるけれども、なんか全然そんな感じもしないなという風にも見られました。ということで、こんな感じで手間のかかるコーナーなんですけれども、よかったら2023年も来年も、皆さんの一日のタイムスケジュール、どんな人生も送ってみてください。メールお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日が、今年最後の放送でして、次回は2023年お会いすることになるんですけれども、次回の放送は1月1日、普通に通常の放送、年内に撮ったものをお届けすると思うんですが、そうなんだ。今回ね、いろいろこう話し合ってスタッフの人とも話したんですけれども、来年からのまず一つの目標としては、この番組も SDGs を意識してペーパーレスについに踏み込もうかなと思っていて、今は毎週毎週律儀に台本紙で、投稿されたメールも紙で読んで、紙に書いてメモ書きつけて番組喋ってるんですけど、これなかなかね、紙の束がいくつもできるとどれがどこ行ったか分かんなくなっちゃうので、これもはやタブレットでデータで見た方がいいんじゃねっていうのがここ数ヶ月言っていて、まあ節目にもなるし、来年から、ペーパーレスなんかタブレットとかでやってみようかというふうにさっきまとまりました。内容は多分全く変わんないと思うんですけれども、どんなそれでね変化が訪れるのかどうなのか分かんないんですけども、ちょっとチャレンジしてみようかなと、皆さんには関係のない話ですがやってみようかなと思っています。内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。どんな記事が更新されているのか今のところ全く予想がつきません。なんかいいのが載ってると思います。すいません。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。皆様からのメール引き続きお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net、one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来年。さようなら。